やあ、ごきげんよう。ギターをやってきたよ。2回目です。ギャラクシーギター第2回目。えらい。聞こえる。聞こえるよ。もっとドラムをやってくださいっていう声が何人か言ってるわ。聞こえる聞こえる。まあ、ちょっと待って。今回はギターをね、前回の動画ぶりにマジで久しぶりにやってきたんだけど、しかも久しぶりなのにちゃんと粘着をしてきましたからね。今日はこの曲を頑張ってきました。今日じゃねえな、これ何日も前だわ。見てみたらベースのレベルがね、結構ちょうど良さげだったんでやってみたんですけど、まあこんだけ久しぶりだといきなりそんないい数字が出るわけでもなくって感じよね。で、私前作ドーネームのまんま終わってしまったんだけど、とりあえず新曲の加減何歩ぐらいがいいんだろうね。130もあればいいんだったっけか。で、稼ぎとか何か得意な譜面とかがあれば140とか150点とか出せればまあいい感じだよね。そしてこちらの映像はおそらく初回プレイかな。この曲さっきからちょいちょい切ってるんだけど、まあ3本指プレイヤーですので、ちょっと移動が大きいやつとかはまあ切るよね、初見だもの。だってでハイスピ下がっちゃったんです。 6.5 倍なの今。私前7倍だったんだけど、久しぶりにやったら、はい、見えねえ、追いつけねえと思って。おそらくこれは DDR の方のハイスピが下がっちゃった影響じゃないかなとは思います。ドラムももうしばらくやってないからさ、久しぶりにやったらハイスピ下がっちゃうかもしれないね。あ、でもギターのハイスピこの後また多分7に戻ったはずです。戻した気がする。で今曲どの辺、あ、来たね。別に特別切るほど難しい箇所でもなかったでしょ今。まあ久しぶりなので、あ、ブチブチやんけ。久しぶりだからさ、リハビリよ、これはまだ準備運動の段階だから。こちらは、あ、そろそろこれ終わりか、これで終わりか。で、あ、初回ではないか、2回目とかそんぐらいか。で、134でも見た感じこれはフルコンしましょうっていう感じの曲よね。あ、それでオプション開こうとしてさ、テンキーの Q を押そうとしてしまうんだよね。マジ DDR の仕様変更許す、マジまた Q 押そうとしてるもん。あ、でご覧の通り一旦ランダムをかけてみたもののそんなに良くなかったです。はい、カットです。はい、ピンクが絡む横移動ちょっと目立ってたので崩せるかなって思ったんだけど、全然崩れなかった、全然難かったわ。で最終的にこうなるわけですね。正規でもランダムでもむずいなって思うんだったら、いっぺんスパランかけてみれって話よ。もっと難しくしちまえばいいんだよ。もちろんできないよ。全然できないんだけどね。で、そのスパランをちょっと今ご覧いただこうかなと。全然コンボが続いてないんだけど、さっきから。全然、あの左側にコンボ表示してんだけど、さっきからね、あ、お、お、30? 2、30ぐらいでだいたい切れてんだよね。まあそうだよね。だってピンクいっぱい来るもん。ピンクボタンがな、やっぱ。まあ私は生まれた時からピンクボタンが押せない人種なんで、薬指がピンクまで届かない。黄色ボタンとピンクボタンの間で止まっちゃったりするんだよね。もうちょっと右、もうちょっと右よ、私の薬指。頑張って移動してほしい。ああ、私が練習するとしたら、こういうスパランとかよりも、まず2連なんだけどね。2連マジで、誰か、教えてくれ。2連ってどうやったら押せるようになる？もう右手も左手も、何にも合わない。何もかもできない。私以前、仮面ブレイクとかフルコンしてたじゃん。今、全然できないのよ。仮面ブレイクのラストの方、ブチブチよ。やばいぐらいよ。どうしたのかしら。ここがひどいぜ。わ、広い。横移動だらけだ。まあ、スパランだもんね。あ、ハイパーランダムやってみるのも悪くなかったか。え、じゃったら、死んでるかもしれん。最後の方、なんかもう左手がダメになっちゃってましたね。まあ、こんなもんですよ。いや、でも、思ったより低いな。予想を下回る結果だった。
からの今一度正規譜面で今プレイしているところです。どうですかね、指は温まっているんでしょうか。スパランやるとやっぱ左指へ温まるものなのかな。スパランやって未練たらったやっても別に左手温まるどころか、それ通り越してもう動かなくなるからな。限度ってものがあるような。いや直線ですね、楽です。でこの辺はいけました。下がってくる譜面もね、結構1個2個1個2個って混ざってくるから、そこがどうしてもいけない。この辺はいけますね、大丈夫そう。うん、直線をいけますね。で今私ね、この声を録音してる状態だとどうしても音声が聞こえないので、コンボ数と譜面で今どの辺かなって推測しながら喋るしかないんだけど、切ったな。普通にただの青の単体で切ったんだけど、中指もちゃんと押してたしな。変なの、その後のミスも青だったから、中指の動き遅いのかしら。薬指よりもしかしてそっちの方が問題？でもこれ終盤の方に来る移動が一番難しくない？1色2色で黄色のじゃないや、ピンクの方からちょっとずつ下がってくるところめっちゃむずいんだけど。でもスパランの後にやったらいきなり 90% 乗って無事に140点ですね。新曲欄で140点だったら落ちることはない。でその後もうちょっと頑張りまして、あの後何回かやったんよ。あ、今これ座ってんのはね、ただ立ちっぱで疲れてただけです。じっと立って音ゲーするのって疲れるね。そしてさっきから私ファストが止まらなくて止まらなくて、もうついにタイミング判定判定タイミングをいじることにしました。でもプラスとマイナスどっちがいいかわかんないから今調べてるところなの。ちょっと待って、どうやらプラスにするとファストが減るみたいです。まあプラス1で十分でしょう。ということで判定タイミングをいじった結果どうなったかと言いますと、あからさまにグレが減っているのが自分でもわかります。このグレが出る基準っていうのがわかんないような、右手のせいで出てるのか左手のせいで出てるのか、ギターのグレってさ、私昔からよくわからないのよ、どうして出るのかが。500コンボ行きました。そしたら切りました。マジで今の切るとこじゃ、ちょっと何やってんの何やってんの何をやってるの、本当に本当にここが難しいんでしょうね、私にとっては難しいんでしょうね。ああ、そのさっき聞いたとこは緑と青の同時押しで、また中指が遅かったみたい。そっか、もうなんてことを、なんてことをしたの。見た？さっきのあれ、ピンクあたりでまとまって出たミス、なんてことをしてくれたんでしょう。本当にひどい目にあったわよ。でも見て、明らかにグレが減った。それでもファストの方が多いんだけど、多分そのうちしれっとつないでリザルトだけぶん投げて終わると思いますわ。そんなとこでごきげんよう。じゃあねー。